はい、皆様。本日は久々にゃんこ。いい加減ダークミタマかダークダルターニャが欲しい。ということで曲猫祭20連、弾いていきます。あとはいつも通り、アフロちゃんもお目当て。マジでアフロでなすぎる主にゃんこ。これまでギガントゼウス超激レア確定ガチャが来るたびに引いてきて。そのシリーズの超激レア、約25体出してアフロだけはゼロという、もう完全に呪いだよな。なんて雑談しておりましたが、ガチャの方はレア祭り。お、ちょっと空気読んで激レア。お、最近大活躍、太鼓大手の番長。ここで怒涛の激レアラッシュ。やばい、これは博打の予感か。お次でラスト。はい、バッチ来ました。まあまあ、こういう時もあるさ。あ、失礼、あと一体残ってたけど、どっちにしろバッチでした。ということで切り替えて20連目。今度こそ目当て来い来い。マジでダークミタマとダークダルターニャ欲しい。まあ曲猫祭来るたびに毎回20連ずつぐらい引いているからな。ちなみにガオーダークを引いたのがおととしの12月。すでに1年以上前。そろそろ次の曲猫祭限定、来てくれてもいいんじゃない？超激レアすら来ない？このお姿は、ついにダークダルターニャ来たー。やばい、嬉しすぎるし、正直ダークミタマよりも一番欲しかった一体。はい、ということでダークダオーゲットから約1年3ヶ月。ついに曲猫祭限定、最強キャラの一体が主にゃんこに加わった。はい、もう他は何でもいいっす。ダークダルターニャで満足すぎるので。いやー、それにしても本当に弾けるとは。これで限定キャラで持っていないのは普通のダルターニャとダークミタマだけど、主にゃんこ、未だに伝説レアは一体も持っていない現状なので、今後はそっち狙いメインで、ガチャを引いていこうと思います。それじゃあせっかくゲットしたので、早速上限まで一気にレベルアップ。超激レアのキャッチアイもたくさんあるので、40まで一気に上限も解放。はい、もうこれで様々なステージで戦力になること間違いなし。ちなみに能力はこんな感じで盛りだくさん。まずは貴重、属性を持たない白い敵に超ダメージ。そして体力減少で攻撃力もアップ。もちろん波動も無効。厄介なワープも無効。そして範囲攻撃に遠方攻撃と、まあ間違いなく最強キャラのうちの一体。それじゃあ最後に、やっぱ使いたくなってしょうがなかったので、以前は大苦戦、たまたま開催していたので大狂乱の牛で使用してみることに。はい、ここからはいつも通り見やすいように後ろから。このステージは、僕の大狂乱でコライオンが大量に発生。ただ後ろに攻撃するまでは一体しか出てこないので、この最初の一体を壁で溜めている間に、動きを止めるキャラなどを溜めたり、まあいろいろ戦い方はあるのですが、今回はもうただただゴリ押し、攻撃役はダークコンビ、ニャンコンボで攻撃力アップしたダークガオーとダークダルターニャ。この2体だけで続々と湧いてくる大狂乱でコライオンを全て抹殺する。まあこのステージでこんな戦法じゃ、耐性相手の推進力に負けちゃうのが普通なのですが、白い敵に圧倒的な破壊力、この2体なら倒すスピードで上回れるかな。それではどっちが勝つか、いざ勝負。お、やはりどんどんネコライオンを倒していっている。もう残りは何十さんにお任せ。お、前はあんなに苦戦して、動くためにも少しお金さん頑張ってたのに。あっさり、ただのゴリ押しでこんな簡単に。もう相手の後ろまで来ちゃったぜ。やはりこの2体いると、処理スピードが半端ないな。さあ、あとはお城を削りするだけ。最後はダークダルターニャちゃんも2体に増えて後ろでちょんちょん。それじゃあ残り、早送りで終わらせちゃいましょう。ということで本日は、ついに念願のダークダルターニャゲット。今度は伝説レア狙っていくので、また次回お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。